旅団将軍とは、ジェンリルでブリゲードの直訳で軍隊の階級の一つ。フランス革命方式における旅団長級将官の故障。師団将軍、または旧欧州方式の故障での少々のもと、陸軍、空軍大佐、または巡将、または大将の上に位置する。フランス、イタリア、ドイツなどの国で使用され、英古将は直訳で、 ゼネラル・オブ・ブリゲードあるいはブリゲード・ジェネラルである。北、大西洋条約機構の階級符号では通常オブマイナス6、国によってはオブマイナス7に相当する。これは本階級をブラジルなどのように少々に相当すると定めている国があるためで、シリア、メキシコ、アルゼンチンではその階に、順序や上級大差を置いている。もともと捕食制度を基準とした故障のため、 そのような経緯から本階級を順序と単純に同一視することは間違いである。現故障であるジェンレル・デブリゲードは、アンシャン・レジーム期には、マーレー・シャール・でキャンプと故障されていたものを1793年に解消したものである。このマーレー・シャール・でキャンプは、ルテナント・ゲネロルのすぐ下の階級であり、少々に相当する。この階級の階に順序くらいとして、 ブリガディアでアーモジュロアが1657年から1788まで存在していた。本階級を現在のように順庄と呼称するようになったのは、第二次世界大戦後、NATO 加盟諸国の人事バランスに合わせて、オブマイナス6相当と定められたため、日本語での呼称をそれまでの少々から順庄に改めたものある。現故称は1919 19年に解消されたもので、 ある。それ以前の故障は、マギーア・ジェネラーレイン・カマンド・ディ・ブリガタであった。陸軍、空軍、グアルディア・シビルとも同じ故障を持ち、順庄くらいである。旧称はブリガディーア。これは、フランスと違い、この階級が廃止されることなくそのまま本故障に解消されたためである。ドイツ連邦軍では、陸軍、空軍とも同じ故障を持ちいる。 ドイツ連邦では本階級を旧国防軍及び東ドイツ軍の少将に対応する階級と定めている。参考として空軍の階級故障も掲載。ブラジルでは陸軍のみ使用、陸軍将軍、師団将軍との三階級制である。チリでは本階級の階に陸軍ではブリガディア、空軍ではコモドロが順将あるいは代償くらいとして置かれている。 ありがとうございます。